バッド XR-400 は走行可能なコンセプトカーである。主にステンレス製鉄道車両で知られた金属加工メーカーであり、独立系の高地ビルダーでもあったデトロイトのバッド車が1962年に当時、アメリカ合衆国で4番目に大きい自動車メーカーであったアメリカンモーターズによる評価のために製作した若者向けのスポーティナにドアコンバーチブル。 このコンセプトカーには時代を先取りというキャッチコピーが与えられた。XR-400 はバッド社の自動車部門により開発、製作された。R の文字はランブラーを表していた。この車の目的は低価格のランブラー車を元にしたスポーツコンバーチブルで AMC に新たなマーケットセグメンテーションへの参入を促すことであった。バッド社は長年にわたり、 自動車産業に工具、部品、ボディを供給しており、1940年には AMC の前身であるナッシュモーターズと共に初めてモノコックボディの開発も行っていた。このコンセプトカーで AMC の興味を引くことができればすでにある AMC との取引は増加するはずであり、この新しい車が量産に入れば、バッド車はボディと主要部品を納入する予定であった。 バッド社では、この新型車は1963年10月に市販できると見込んでおり、これはフォードマスタングよりも6ヶ月先行していた。XR-400 は1962年モデルの AMC アンバサダーのシャーシを元に製作された。コストダウンを図るために、バッド社の技術陣は、サスペンションの位置は変更せず、車体全部ユニットそのままに、 新しい後部エンジンマウントを使用して、エンジンの搭載位置を2インチ下げ、ラジエーターも3.5インチ下げ、冷却ファンの羽根の長さとオイルフィルターの首の部分を切り詰めた。エアクリーナーの位置は移され、エキゾーストマニホールドの形状が変更され、燃料タンクは新しいものにされた。XR-400 の長い鼻先は、オリジナルのエンジン隔壁の後ろに2番目の隔壁を、 儲けることで成り立っており、この延長された空間にはバッテリーが置かれていた。バッド車がデザインしたかなりクリーンで整然とした。この車のスタイリングは元となったランブラーのセダンの面影はほとんど残っていなかったが、ベルトラインに走る2本の折れ線は同時期のランブラー製大型車との近しい関係性を示していた。この提案モデルは長いボンネットと短く角どった。 車体後部を持つ純粋な2プラス2の流麗なブルーメタリック色のコンバーチブル車であった。108インチという長いホイールベースと切り詰められたオーバーハング部は XR-400 に筋骨型のプロポーションを与える一方でフォローを上げた状態では固定式屋根のニザスポーツカーを思わせていた。全部フェンダーよりも低く下がったボンネット上円で一段下がったドアや 前輪直後に置かれたの模造の吸入口といった部位が古典的なスポーツカーの雰囲気を醸し出していた。XR-400 のエンジンはアンバサダーに標準の出力 250HP を発生するにバレルキャブレター付け 327CU インの AMC 製 V 型8気筒であった。このエンジンルームには AMC 製の直列6気筒と V 型8気筒ならば どれでも搭載することができた。変速機はフロアシフトの3速オートマチックトランスミッションであった。ブレーキは実験的に前輪ディスクブレーキが装備された。内装では前席とその他多くの部品が AMC 車のものの流用であった。古典的なスポーツカーの流儀に乗っ取り操作系は全てドライバーの周りに集められ、 フルセットのケーキが高評価の3本スポーク木製リムのナルディ製ステアリングホイールのすぐ上に据えられていた。パッド社の AMC に対する売り込み文句には広く注目を集め、5社のディーラーに新たな収益分野と貢献意欲をもたらし、通常とは異なる宣伝と販売促進の機会を提供する路上で見かけるどんな車にも似ていない車で、 現状で他社が手をつけていない市場の開拓というものが含まれていた。このコンバーチブルのコンセプトカーは1964年のソサイティオブ・オートモティブ・エンジニアズの会合で公開展示された。報道用資料ではこのコンセプトがランブラー・アンバサダーを改造していかなる結果になるかを述べていた自動車関連の報道はこのような新しいモデルが AMC ディーラーのショールームに現れていれば、フォード社が、類似者であるマスタングで、ポニーカー市場を開拓する、少なくとも6ヶ月前に一つの市場を、確立していたかもしれないと述べた。不運なことに、AMC はこのアイデアを却下した。おそらくこの決定に至るまでには以下を含めた、いくつかの理由があった。バッド社は一台だけの試作車を保管し、後に、 XR バットと解明して販売促進活動に使用した。この試作車は剥き出しのラグナット付けのクロームメッキされたリバースホイールを履くように改装されたが、オリジナルはホイールキャップ付けのスチールホイールを装着していた。この車は現在ヘンリー・フォード博物館に所蔵され、主要なクラシックカーショーで展示されている。XR-400 を取り巻く話には二つの、 皮肉なものがある。1961年に、バッド社は1957年モデルのフォードサンダーバードのボディと1961年モデルのフォードファルコンのシャーシを組み合わせて開発したスポーティなコンバーチブルを最初フォード社に提案した。フォード社がこれを却下したことから、バッド社はこのコンセプトを AMC に持ちかけようとした。1987年に AMC は、 クライスラー社に買収されたが、当時クライスラー社を率いていたのは、報道謝罪席時に、マスタング導入の責任者であった、リーアイア国家であった。アイア国家曰く、率いるか、従うか、さもなくばされ、もしこうだったら、と想像することで歴史を再編することは可能である。例えば1960年代に大流行した、スポーティなコンパクトカーのポニーカー旋風が、 ード社発信ではなく弱小メーカーの AMC 発信であったならばと考えてみれば、ありがとうございます。